スプレーガンのメンテナンスについて説明いたします。施工が完了し、カップ内に残っている施工剤は同様の容器に戻して OK です。他の有機系コーティング剤では、これをしてしまうと使用不可能になりますが、当製品は可能です。最後の一滴まで使用できますので、無駄がない施工剤です。メンテナンス方法は至って簡単です。スプレーガンに入っている施工剤を出し切り、エタノールやアルコール等で透視スプレーをいたします。水は詰まりの原因にもなりますので、使用禁止です。使いっぱなし状態での収納だと、先端の後頸部に銀が付着するので、詰まりが発生いたします。施工剤をよく出し切り、エタノール等で透視作業をして保管ください。また、アネスト岩田さんのホームページに分解方法等のメンテナンス方法がありますので、参考にしてください。以上がスプレーガンメンテナンスの説明になります。次は施工マニュアルのまとめになります。施工マニュアルのまとめ。一般のお客様のレオコーキン DIY コーティングとレオコーキン施工代理店のまとめとして説明いたします。相違点は大きく一つだけです。これは施工剤の違い。代理店様はレオコーキンプレミアム DC の1500番。DIY コーティングは DC500 番と DC1200 番。特許成分。銀系酸化チタンの配合量の違う施工剤を使用します。共通点は施工機材のスプレーガンと施工ノウハウです。特に一般のお客様が行うレオコーキン DIY コーティングは多くの皆様にご使用いただきたく施工ノウハウを無料提供しておりますので活用していただければ幸いです。施工代理店様の機材等の初期投資金額は約20万円。一般のお客様のレオコーキン、DIY コーティングの機材等の初期投資金額は約8万円程度になります。皆様もお分かりかと思いますが、コンプレッサーが金額に占める割合が高いだけです。すでにコンプレッサーをお持ちの方は初期投資額が抑えられます。施工代理店登録の加盟金は無料です。1年契約となります。レオコーキンロゴ仕様の施工済みステッカーや施工証明書、レオコーキンの商標も無料提供しています。また、当社より光触媒抗菌紙の認定書や認定カードを発行し、Facebook 代理店専用ページでも業界情報や製品知識を共有できる場も用意しております。レオコーキン、DIY コーキングから始め、施工代理店に移行することも可能です。誰がどこにスプレーをしても、シミ、ムラ、変色等が一切発生しないレオコーキンで、抗菌、消臭、防護、ウイルス対策、アサップ対策、害虫忌避対策等、ご自身または自社施工としてご活用ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。レオコーキン動画マニュアルを最後までご覧いただきありがとうございました。当製品を自社事業に加えたい、他社との差別化を図りたい、新規事業を立ち上げたいと思われる個人及び企業様はぜひご連絡をお待ちしております。特にご遠方の皆様にはこの動画マニュアルでウェブ代理店登録も可能となります。一般のお客様におかれましてはプロ仕様のレオコーキン施工剤と特許権のある施工ノウハウを無料で取得でき、個人または自社でウイルス対策やパサップ対策、害虫忌避対策、汚れ防止対策が可能になります。レオコーキンをご利用いただき、清潔で綺麗、お掃除が楽な空間を作っていきましょう。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。最後までありがとうございました。